い、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウニギルバーちょっと待ってだから課金画面はしないで、今日は紹介動画だから。はい、ということで今日もですね、ウニギルバーアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウニギルバーアプリRLはこちら、鈴木さん。CS 以外どれがいつのクリバリかわからないということで、これは本当そうなんですよね。これさ、選手詳細のところでさ、どこの FP かわかるようにしてほしいですよね。っていうか、どんだけクリバリ当ててんのっていうね、冷静なツッコミをしていきたいところではあるんですけどね。はい、ありがとうございます。ということで選手のクイズもいきましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、ちょうど今日紹介する10人の中の1人なんですけど、ぜひですね、この後の動画見る前に予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、超有能金選手紹介第4弾オフェンシブミッドフィルダー編やっていきたいなと思っております。はい、皆様このシリーズ見てくれてますか？ちょっとずつ再生数が落ちてること僕気にしてるんですけど、っていうのは冗談で、まあまあまあ、こういう系はね、今後もいろいろ見てくれてる人も多いので、まあ今日もね、変わらずやっていきたいなと思うんですけど、今回はですね、第4弾オフェンシブミッドフィルダー編ということで、結構ですね、テクニックタイプでいい選手が多いので悩む方が多いんじゃないかなっていうところで、今回もバチバチに紹介していきたいなと思っております。で、今回も僕とミスタさんで紹介していくんですけど、僕らがですね、多分把握できてない選手でも結構いると思いますので、ぜひですね、まあ、10選手の中でのおすすめもいいですし、今回紹介しなかった選手の中から一押しがいたらですね、コメントしていただきたいなと思います。ではですね、早速内容いってみましょう。開け金玉。はい、一発目はですね、ペイエ選手ですね。はい、この選手は2018アップデートで無念の金降格をしてしまったんですけど、いまだにですね、強さは健在ということで、超激戦区のですね、チャンスメーカーのプレイスタイルになるんですけど、その中でも金トップクラスのね、能力を持っている選手になりますよね。で、能力のところで言うと、まあ、チャンスメーカーらしくですね、足元の技術プラスパスの精度っていうのは一級品ですし、そこからですね、まあ、自分で仕掛けることもできるし、チャンスメイクもできるということで、かなり万能な選手になりますよね。で、あとは現実でもですね、かなり得意とするフリーキックっていうのもしっかり能力に反映されているので、この辺も大きな特徴になる選手ですよね。で、あとまあ金ではね、珍しいコンディション安定度7ということで、ここの安定性は超素晴らしいですよね。はい、でスキルのところで言うとですね、パイエ優秀なんですよね。足元で言えばですね、ダブルタッチルーレットありますし、パス系で言えばですね、ピンク色だったりとか低弾道ロブっていうのを持ってるので、まあしっかり欲しいスキルが揃ってるイメージではありますよね。で、まあ FP も出てきてないですし、通常パイエ育てる価値で十分あるんじゃないかなと思います。ではですね、次行ってみましょう。はい、次はですね、シグルズソン選手ですね。この選手はですね、1回 FP で出てきた選手ですかね。はい、オフェンシブミッドフィルダーの中では珍しいプレーメーカーというですね、プレースタイルを持っている選手になりますね。はい、で個人的にはですね、ちょっとシグルズソンという名前の語呂が好きすぎるので、ここのね、シグルズソンってね、気持ちよく読みたい気持ちになっちゃいますね。はい、で能力のところで言うと、やっぱりですね、パスや足元のところっていうのは80中盤から後半とね、攻撃的な能力はやっぱり安定してるかなっていうところと、まあオフェンシブミッドフィルダーはですね、全体的に結構決定力が低い選手っていうのが多いんですけど、決定力83、ここ素晴らしいかなと思います。で、面白い特徴としてはですね、キック力ですよね。キック力91に、さらにですね、ドロップシュートを持ってるので、この辺から来るですね、ミドルシュートのえげつなさ、これは間違いないですね。逆にですね、スピード瞬発は80以下とかなり低いので、この辺はちょっと使い方で工夫していきたいところですかね。はい、で、スキルのところで言うと、まあ、スキルもいい感じですよね。数はね、そこまで多くないんですけど、このタイプにね、欲しいスキル結構備わってるかなというイメージはありますね。で、確定スカウトで言うと、オフェンシブミッドフィルダープラスアイスランドはマージサイドブルーで確定できるということで、この辺国籍かですね、チーム取っていただければ確定楽にできるので、ここ意外でしたけど結構嬉しいポイントですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ジアシュ選手ですね。いやー、ジアシュね、抜群のテクニックを持つモロッコの魔術師ということで、PS4 版ではですね、しつこいぐらい FP で出てきてるんですけど、アプリではですね、最後の最後に1回しか出てこなかったので、まあまさにね、はぐれメタルみたいな選手かなと思います。で、能力のところで言うと、ジアシュの一番の魅力はですね、やっぱりパス能力の高さですね。グランダパス86、フライパス91っていうのは素晴らしいので、クロスやサイドチェンジなどのロングフィードから、まあ、近いところのパスなど何でもできる選手と言えますよね。で、さらにですね、ドリブル、ボルコン、ボリコンあたりもですね、80後半とすごく高いので、まあやっぱりオフェンシブミッドフィルダーらしいかわしのところも上手い選手ですよね。はい、でスキルのところで言うと、ジアシュは面白いスキル持ってるんですよね。まずはノールックパスということで、これ新スキル、2019からの新スキルなんですけど、まあ詳しい発動条件はちょっとわからないとはいえ、発動するとですね、ディフェンダーの動きが一歩遅れる挙動が発生するみたいで、この辺結構効果的なケースもあるんじゃないですかね。さらにですね、このタイプにしては珍しいインターセプト持ちということで、地味にですね、守備面での貢献っていうのも大きい選手になると思いますので、はい、この辺結構貴重かなと思っております。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、デレアリ選手ですね。今回紹介する中では結構若手の部類かなと思っていて、はい、デレアリだけにガチスカ採用もあり
という形かなと思っております。でオフェンシブミッドフィルダーなんですけど、プレイスタイルはですねボックス2ボックスということで、これもまあプレイメーカーと同じオフェンシブミッドフィルダーの中では珍しいプレイスタイルになってくるのかなと思っております。で能力のところで言うと、やっぱりオフェンスセンスすごいですよね。オフェンスセンス90ということで、ここすごいし決定力もそこそこあるので、この攻撃性能の高さっていうのは一級品ですよね。でさらにですねボックス2ボックスらしく守備能力も結構高くて、あとはスタミナも93あるので、攻撃守備ともにですね間違いなくハードワークできる選手ですよね。はい、ただまあコンディション安定度が厳しいんだよな。高安4ということで、ここがすごく低いので今の環境だとちょっと使いづらさはあるかなと思いますね。はい、でスキルのところで言うと、まあスキルもねまあそこまで良くない。時空ラタンコントロールカーブマリーシア闘争心だけなので、まあドリブル系とかシュート系とかつけていただけると結構いいのかなとは思いますよね。スタミナあるのでスパサブとかは逆に微妙ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねバネガ選手ですね。この選手も確かね2017の時は黒だった気がするんですけど、バレンシアとかですねインテルにも所属してたミッドフィルダーの選手ですね。であんまり注目されてないんですけど、30歳とは思えないバネが特徴の選手ですね。はい、で能力のところで言うと、ドリブルパス能力の高さっていうのはもちろんなんですけど、ボリコン94、ここが大きな特徴ですね。身長も結構低めなのでかなり小回りの効く選手という印象でいいんじゃないかなと思います。でコンディション安定度も7と高いですし、改めて見てもですね能力安定して強いんじゃないかなと思いますね。ただですね圧倒的な弱点としてスタミナ71ってとこがあるので、この辺はですね交代前提で起用していただくといいと思いますね。でスキルのところで言うと、まあ全体的に有料スキル持ちですかね。ジアシュの時も触れたんですけど、インターセプト持ちっていうのもすごく面白いので、この辺の特徴もしっかりあっていい選手ですよね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねオスカル選手ですね。大人気アニメアライグマラスカルではなくてオスカル選手ですね。はい、今ではですね復帰と同じチームでプレーする元ブラジル代表ということで、ちょっと注意しなくちゃいけないのはこの選手ですね ACL 版と中国版がいるので、若干ねややこしいんですけど、こっち中国版の選手としてね今回は紹介させていただきます。で能力のところで言うと、オスカルはなんか不思議な選手なんですよね。正直言うと突出した能力があるわけじゃないんですけど、まあ見たら分かる通りですね能力の平均値っていうのがすごく高いですし、まあこの後紹介するんですけどスキルもすごくいいので、まあ多分その辺から使用感がすごくいい選手っていう印象でいいんじゃないかなと思っております。まあ19アップデで能力落ちなければねマジで最強クラスだったんですけどね。でスキルのところで言うとこんな形で、あとそうだ適性もかなり広くて、本適性自体は少ないんですけど、ポジション追加とかつけていただければいろんなポジションできるので、まあオールラウンダーなサブとしてベンチに置くっていうのも戦術の一つだと思いますので、ぜひですね試してみてください。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねタリスカ選手ですね。この選手は僕マジで一押し、はい比較一押しでね、まあタリスカってあタリスカって聞かれることもあるんですけど、そう言われたらですね全力でイエスと答えてあげたいですね。はい、タリスカだけにということで、オフェンシブミッドフィルダーの中でもですねダントツにゴールへの嗅覚が優れた選手かなと思っていて、まあ2列目からの飛び出し持ちなので、中盤からですねどんどん前に出ていくタイプですね。で能力のところで言うとこんな形で、まあ正直結構身長が高いので大柄特有のですね重さって部分はあるんですけど、190センチ超える高さプラスヘディング、あとは強烈なシュートを放てる決定力、オフェンスセンス89、決定力87ありますからね。でここにですねまあプレースキックカーブ値も90超えるということで、いや強いと思うんだよな。フォワード顔負けのね攻撃力持ってるかなと思います。で僕もですねガチスカで採用したりもするんですけど、あとはスキルのところで、まあノールックパス、ワンタッチシュート、バックスミルの低弾のロビーとか、まあまあまあそこそこいいスキルも持ってるので、この辺からもですね有能さ伺えますよね。で適性もですね本適性でこんだけ広いっていうのもすごく貴重で、ポジション追加つけていただければミッドフィルダー以上のねポジションは全部できる形になるので、まあでも個人的にはオフェンシブミッドフィルダーで使うのがいいかなって印象はありますね。はい、ということでこれはマジでおすすめして使っていただきたい選手なので、はい、ボックスに眠っている方ぜひ育ててみてください。では次行きましょう。はい、次はですねファンキンテーロ選手ですね。この選手はですね2018年のワールドカップの日本戦でコロンビアの1点目となった直接フリーキックを決めた選手ですね。キンテーロみたいな実況をね思い出す方もすごく多いんじゃないかなと思うんですけど、能力のところで言うとやっぱり誰よりもですね周りを活かせるパス能力ですよね。ここは金最強かなと思ってて、両方90中盤プラスワンタッチパスは本当に強いですね。でドリブル能力もすごく高いので、やっぱりディフェンスを剥がしてパスコースを確保するってこともできちゃうので、この辺の有能さもわかるかなと思います。で懸念はですねスタミナの低さで、こちらも71とねかなり低いんですけど、実はスーパーサブ持っちゃってるので、まあスパサブ前提で起用していただければこの辺は全く気にならないですね。はい、でプレイスタイルのところがですねナンバー10ということで、結構運動量が少なくですね真ん中で受ける動きをするようなプレイスタイルになるんですけど、なのでまあパス&ゴーとかしてもあんまり前まで行き過ぎなかったりとか、この辺はちょっと使いながらいろいろ試していただくのがいいと思いますので、はい、ぜひですね試合で一度使っていただきたいなと思っております。でスカウトで言うと結構スーパーサブのスカウトが落とせるとね簡単に獲得できるかなと思っていて、まあフライパス
スプラスプレッシングセーフティープラススーパーサブだったりとか、オフェンシブミッドフィルダープラス左足プラススーパーサブ、まあスーパーサブ多分高いと思うんですけど、そこさえ干渉できれば割と簡単に獲得できるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねハーリット選手ですね。いやマジでこの選手は強いですよ。モロッコ期待の若手ということで、結構2019アプデ前後でもですね注目されていて、まあ期待通りの強さだった選手かなと思います。で、能力のところで言うとチャンスメーカーなんですけど、一般的なチャンスメーカーとちょっと違うのは個人技プラススピードがすごく高くて、スピード92瞬発94ということで、ここ本当素晴らしいですね。個人技とスピードを生かして局面を打開できる選手になってますと。で、レルマにするとですね90超えの能力が5つもありますし、まあスピード系ドリブル系ボルコンと、まあ個人のね技術ってとこにやっぱはっきりとした強さを持ってるのかなと思います。結構ねサイドハーフとかにおいて低い位置から一気に駆け上がっていくみたいな動きもできるので、まあね本当に選択肢が広くて相手プレイヤーにねプレッシャーを与えられる選手ですね。で、スキルのところで言うと地味にですねワンパとか持ってますし、まあダブルタッチを持ってたりとか、スキル面も悪くないので、はい、すごくいいんじゃないかなと思います。で、適正のところも結構広いんですけど、レフトウィングだったりとかライトミッドフィルダーのポジション追加とかしていただけるとですね起用の幅も広がってくるので、個人的にはそこを押していきたいですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ラストはですねカイ・ハペルツ選手ですね。まさかのコスト19なんですけど、年齢も19ということでね、いくですよ。19、ちょっとね怪しい言葉になっちゃってるんですけど、はい、レベル上限76ということで、めちゃめちゃ強い若手の選手ですね。で、19歳ながらですねフル代表デビューも経験済みということで、リアルでも超期待されている選手ですね。で、プレイスタイルがですね2列目からの飛び出しということで、結構縦に強い意識は持ってるんですけど、その中でワンタッチパスとかも持ってるので、横との連携だったりとか本当にいろんな戦術が持てる選手ですね。で、能力のところで言うとボルコンスピードあたりが突出していて、その他の能力も80超えが多くですね、やっぱり安定感としては素晴らしいのかなと思います。で、身長188と大柄なんですけど、まあ個人技とかスピード強いですし、あとはヘディング数値とかも結構高いので、空中戦にも対応しているっていうのは、まあ本当にね万能さを表してるかなっていうところはありますね。で、スキルのところで言うと正直多くないです。スキルは3つしかないんですけど、ライジング、ワンシュー、ワンパということで、どれもね有用スキルなんですよね。はい、さらにですね、まあダブルタッチとかルーレットとか個人技をですねさらに強化するスキルをつけていただけると、もっと恐ろしい選手になるのかなと思っております。デフォルトだとオフェンシブミッドフィルダーとセンターミッドフィルダーしかできないんですけど、ポジショントレーナーでですねサイドハーフあたりつけていただけると、選択肢がかなり広がって使いやすくなると思いますので、その辺もですねぜひ検討していただきたいなと思っております。はい、ということで今回はですね金オフェンシブミッドフィルダー一気に紹介させていただきました。厳選した選手たち持ってきましたので、まあどの選手も使ってみたら必ず強いと思いますので、ぜひ使ってみてください。ではですね今回の動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。